業家ですかね。アキノが今アンカーポジションで 4-1-4-1 のような立ち位置にも見えました。さあカットインから山崎、山崎行った、これは体を張って止めた。セカンドボール松田シュート、これもスライディングブロックです。柏木すぐに奪い返して菊池シュート、見事なミドル、左足一閃。後半立ち上がりまずは1点を返しました湘南。いや中田さん見事でした。いや素晴らしい左足でしたね、まあ、湘南全体的にねこうスイッチ入った感じしましたけども、まあ、右足で浮かして、まあ、この縦パスもね良かったですけども、右足浮かして左足うまく振り抜きましたね。ドライブかけてうまいですね、まあ、この1点大きいんじゃないですか、はい、